はい、シューチャンネルのシューです。今日の動画はシルバーブルーレースですね。こちらは2014年度バージョン、2014年と2015年で同じあのシルバーブルーレースでも、ちょっと遺伝子構成が違うんですね。14年、こちらは、ブラオが確か生まれないってやつでよかったかな。15年が確かブラオが生まれる。もし間違ってたらすいません。うちでは、ブラオは生まれてません。もうですね、シルバーだったらもうシルバーブルーレース。あとなぜかタイガー。あとまあレース抜けが生まれるぐらいで、固定度は非常に高い系統になります。こちら、リボンの、系統になりますので、今メスが、目の前を泳いでますけど、すごい背びれですよね。まあ、ハイドーサル入ってます。ですからですね、ヒレもこういう風に、ほんと、バリアタスみたいな感じで、すごく大きいですね。まあ、好みにもよりますけど、自分はこの、形も好きです。メスはちょっともう年寄りなんでね、もうあと人肌取れたらいいかなと思って、とりあえず、子供の方とペアリングしてますが、子供の方は約4ヶ月で、若干ちょっと若い感じですね。もうしっかりブルーも出てます。この系統はどちらかというと、明かりの下だとちょっとブルーが弱く見えてしまうので、若干暗めな環境の方が、綺麗に見えるかと思います。15年をちょっと扱ったことがないので、14年バージョンだとちょっとブルーが弱いんで、まあ、アクアマリンとかラズリーを乗せるなりして、もっと赤、青くしたいっていうふうには思いますけど、なかなかちょっと水槽本数が足りないんで、作業ができないでいます。まあ、それでもレースコブラとしては十分綺麗な系統なので、結構まあ今は出回ってますんでね。ただあまりお店には売ってないかな。オークションだとよくね、2、3人出してくださる方がいるんで、入手方法としてはそこら辺から引っ張ってくるのが一番いいかもしれません。特に、まあ、スネークスキン、このレース模様っていうのはタイ産の個体はまたちょっとね、あの国産のと違って目が細かく繊細というか、まあ、それでいてですね、なかなか迫力のある体型ですので、非常にレベルは高いと思います。特に自分たちみたいに昔から触ってる人間からするとですね、レースコブラで、オス見てもらったら分かる通り、ここまで背びれが大きくなるっていうのはですね、あまり、感覚的にですね見慣れてなくて、レースコブラ、コブラ系統といえば背びれが大きくならないっていうのが常識みたいなところがあったので、その点で、タイさんの、レースコブラを見ると、そこら辺の問題もクリアされていて、技術力の、高さを感じます。今あの下にも、結構ですね、もう子供取るときに、取り損ねないように、いっぱい、草をね入れてます。これ名前忘れましたけど、ちょっと便利な草なんでね、ちょっと今度名前調べ直してから、載せてみますけど、よくあの増えてくれます。ただですね、モス系なのかな、あんまり、増える、ペースは速くないので、まあ、1回に多めの量を取ってですね、まあ、1つ2つ水槽を開けてやると、産卵床として非常に便利な水草になります。もうちょっとですね、青が実際には綺麗に見えてるんですけど、なかなか動画だと難しいですね。とりあえず我が家では十分数は取れているので、まだまだ、数を取ってちょっとね、周りにも配りたいと思います。はい、それでは今日はここまで。